ズステーション。クモンサマートライアル。たくさん遊んでたくさん学ぼう。さあ夏のクモン。クモンで身につくのは自学自習の力。スラスラできる教材から始めてどんどん先へ。机に向かう習慣も身につく。算数。少しずつステップアップする教材で早くて正確な計算力が身につきます。国語。身近な言葉から始めてたくさん読み書きするから読解力がアップ。 And English。 e-pencil でネイティブスピーカーの英語をたっぷり聞いて読んで書く。やがては英語が自分のものに。英検トーフルの実績も。夏のクモンはきっと大きな自信になる。やった。親も子もやっててよかったクモン式サマートライアル受付中。クモンの教室では感染症拡大防止対策を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。ハラジ、君は本当に創世の魔法使い、マギ。マギ第2期を全話一挙放送。僕も近いうちに一人で旅に出ようと思うんだ。今再び冒険の旅へ。マギ・ザ・キングダム・オブ・マジック一挙放送、今日夕方6時。お家でゲットだぜ。ポケモン映画スタンプラリー2020、7月20日からポケモン映画21作品放送。映画の後に出てくる QR コードをスマホで読み取ってスタンプを集めよう。5個集めるとご覧のポケモングッズ、10個集めるとポケモン商品をオンラインで夢の詰め放題、またはあばれる君とポケモンカードで対決ができるぞ。詳しくはキッズステーションで検索。プレゼントゲットだぜ。お客さん、動物村に行くってのにあいにくの雨になっちまっただな。私、雨のチェリーパイが作れそうです。7月のキッズステーションは、キッズステーション初登場を含む劇場版31作品を放送。ソレイケアンパンマン大集合2020。元気100倍アンパンマン。俺はクチバシティのゴー。サトシと新しい仲間ゴーの冒険が始まる。キッズステーション初登場、ポケットモンスター。いろんなポケモンに会えて最高。詳しくはキッズステーションで検索。キッズステーション。前履いてたパンツです。この上からも余裕で履けると思うんですけど。拳が余裕で履いて多分3つぐらいは履いてますね。そう、はい、50代で15キロ以上もダイエット。あ、もしかしてあの方かな。わあ、本当にお綺麗ですね。いや、とんでもございません。もう本当プロポーションも抜群。48歳でこの美貌、スリムなボディ、羨ましい美貌に見事なプロポーションを手に入れた。そんな方々が共通して飲んでいらっしゃるものがあるんです。ただ毎日普通に飲んでるだけで飲んだりしてます。専門家も大注目。ダイエット効果のあるならば安心して長く継続することができますので非常に効果的と言えます。一体どんなものなのか秘密を大公開。それは昔から日本の食卓にある意外な食材でした。中高年の皆様、まだ間に合います。あなたもこれで健康ダイエット。驚異のスーパー食材とは。ご覧ください、この景色。兵庫県の
丹波篠山にやってきました。こちらにある食材で美しさを保っていらっしゃる方がいます。のどかな田園風景が広がるこの地にある食材で美貌とプロポーションを保っているという女性、一体どんな方なのでしょう。あ、もしかしてあそこに作業している方、あの方かな。こんにちは、荒木さんでいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。うわ、本当にお綺麗ですね。いや、とんでもございません。もう本当プロポーションも抜群。お恥ずかしい。いや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 、今おいくつでいらっしゃいますか。年ですか。はい、はい、48です。48歳。はい、美的ミセス荒木玲子さん48歳。この美貌、スリムなプロポーション。3人の子供の母である荒木さんは20代の頃からの体型を維持しているんだとか。現在は農業の傍らモデルの仕事も続けています。その美的ミセスの秘密とは。何でそのスタイルと美貌は保たれていらっしゃるんですか。黒豆です。これ黒豆畑なんですけど。黒豆の畑なんですか。はい、そうなんですか。黒豆を作っていらっしゃる。はい、こちらの黒豆を食べていらっしゃるんですか。他の人がしないようなことしてるんですけど、茹でて茹で汁を飲んだりしてます。茹で汁を飲んで、はいはい、40歳を超えても美的ミセスでいられる秘訣は黒豆の茹で汁。一体どういうことでしょうか。黒豆の成分がたっぷり入った煮豆のお汁を母がお薬だと思って飲みなさいと、それがいいんだっていうふうに昔から言われてるので。でもなかなか煮て煮豆を作ってっていうのがなかなかの手間なので、私はもうちょっと気軽に取れないかと思って、ただお水で。そのお味は。あ、美味しいです。あ、そんなにこう強い味でもないですし、そうですね、黒豆のほんのりした甘みを感じられるっていうぐらいで、これだったら毎日飲めます。黒豆の煮汁を飲むのと豆を食べるのとでは何が違うのでしょうか。医学博士で食品栄養学のエキスパートに伺いました。黒豆といえば煮豆にして食べるのが一般的ですね。黒豆の栄養成分のほとんどは水溶性で、すぐに水に溶け出してしまいます。黒豆の栄養成分のおよそ 70% が煮汁に溶け出すという報告もあります。煮豆を食べるだけではせっかくの成分をすべて取り入れることができません。黒豆の豊富な成分をすべて取り入れたいならば、煮汁にしてすべてのエキス成分を取り入れることがダイエットには効果的です。黒豆のエキスを飲むことでより多く黒豆の豊富な栄養成分を手軽に取ることができるのです。黒豆エキスをたっぷり取っている荒木さんは48歳でも太陽の紫外線を浴びる農作業をしながら美しい肌とスタイルを保っていらっしゃいます。このような形ですね。趣味の太極拳を披露してくれた天野さん。黒豆エキスを使いダイエットに成功したそうです。以前もう少し太ってらっしゃった。80近かったです。80キロ近かったです。今は何キロですか。今63とか2ですね。何年か前の自分の写真なんか見たらもうまん丸ですからね。ほぼまん丸で。痩せようと思ったきっかけっていうのはあったんですか。あ、きっかけやっぱりちょっと血糖値が高いとか。メタボと糖尿病対策のため3年前から黒豆のエキスを飲み始めたそうです。気向いたら飲むっていうか、まあ、毎日飲んでるんですけど。その黒豆エキスのダイエット効果は。以前のズボン。あ、そうです。前履いてたパンツです。いいですか、ちょっと拝見させていただいて。今履くと多分この上からも余裕で履けると思うんですけど。すいませんね。多分こんな感じですよね。あら、
拳が余裕で入る。男性の拳が余裕で入る。はい。多分三つぐらいが入りますね。そう。はい。これで、はい、ベルトして、ああ、お腹いっぱいな時大変でしたから。今の体の調子はどうです？は楽ですね。あの、普通に階段でも5回6回は階段で行けますから。ですから300とか400あったら血糖値が160とか150ぐらいですかね。でまだもうちょっと高いから、もうちょっと頑張ろうねみたいな気持ちの持ちようなんていうのは。ああ、全然違いますよね。ちょっとは生き生きしますね。黒豆の特徴である黒い皮、実はこの皮に高メタボ、ダイエット効果があると注目されているのです。黒豆の黒い表皮にはポリフェノールの一種であるアントシアニンが含まれております。実はアントシアニンには内臓脂肪の蓄積を抑えて脂肪を体外に排泄させるメタボリックシンドロームを予防する働きがあります。黒豆クスにはこのアントシアニンが豊富に含まれています。ダイエットや美容、そして健康の強い味方となる黒豆のエキスを、実はもっと効率よく取り入れる方法があるんです。黒豆エキスの成分をより効果的に吸収できる方法は発酵なんですね。黒豆エキスのキーワード、それは発酵。黒豆エキスを発酵させますと、全身のエネルギー代謝に必要なクエン酸を増やし、体に必要なエネルギーを作り出し、脂肪を燃焼させるクエン酸回路を活性化することができます。全身のエネルギー代謝が活性化すれば、必要な栄養分を効率的に取り込むことが可能になり、不要な栄養分を減らして内臓脂肪や皮下脂肪を減らすこともできます。これは発酵ならではのことなんですね。マウスを使った実験でも、発酵した黒豆エキスを4週間投与したグループの方が脂肪の量を 32% も抑制、さらに血糖値も 40% 抑制されたことが確認されました。中高年になってもスリムにダイエットできて美容効果も抜群、しかも健康にもなれるスーパー食材、それが発酵させた黒豆のエキス。皆さんも今日から発酵した黒豆エキスの力を毎日の生活に取り入れてみたらいかがでしょうか。北の大地、北海道で生産された黒豆と、熊本、球磨川水系の澄んだ水、そして発酵の力で作られた無添加エキス、発酵黒豆のご紹介をいたします。10年以上前の写真を見せてくれた大館さん、ちょっと暴飲暴食というか、やっぱり日頃の生活習慣の乱れというかね、そういった部分で結構ありまして、血糖値も高かったんでね、でこれは何とかしなくちゃということで、一年発起、日課は1時間のウォーキング。現在は介護関係の仕事をなさっています。もう一つ、もう一押しいいものがあればということで、発酵食品でちょっと黒豆っていうことでちょっとピンときましたですね。以前から発酵食品には関心があったそうです。なんか違うなっていうのは、違うなっていうのはありましたね。実感で湧いてきました、ね、それでね、実際飲んでみて、で疲れの度合いが違うんですよ。それ飲んで入るとなんか疲れがね軽減されるの。 あんまりあの疲れが残らないんですよ。軽いですよ、だから、軽い、だから太上げ良くなりますもん、うちの仕事はもうしょっちゅうあの介護の仕事っていうのはね、動き通しどんどん、ほとんどがね動き通しなんですよ。だからね、太上げが良くないと自分の健康維持に努めてます。自分が健康じゃなければ、はい、そういった介護の仕事できないですね。なかなかいいお世話できないから、一通り解除させていただいて、そのお年寄りからのありがとうっていうことでね、笑顔をいただいた時が一番ね、本当にやりがいあるなと思ってね、本当幸せだなと思って、やっぱこの仕事を選んでやっぱり正解だったかなっていうかね、自分の健康を維持していくためにね、黒豆さんに、出会えたんでね、こういった部分感謝してます今ね、本当に、黒豆には健康に役立つ豊富な栄養成分が含まれています。その栄養成分を余すことなく取るため、一晩かけて煮出し、さらに体に吸収しやすくするため、
米麹で発酵。こうして誕生したのが発酵黒豆です。40代の間に体型が変わってしまったってことですか？徐々に徐々にですね。病院の受付をなさっている大山さん、職場の制服でもいろいろ苦労されたんだとか。もうこのここがもう本当にもうパツってな、パツってこうこうなってては入らないみたいな感じでした。こんな感じだった。それで知らぬ間に一番下が外れたまま仕事してるみたい。なので今全然平気、全然もうこうもうね、まあ、飲みにくいものだったらちょっと辛かったりもするでしょうけど、全然その味的にも飲みやすかったので、楽に続けていけました。やっぱしこう朝行きたくなるんですよね。はい。なので出がけにすっきりして仕事に行けるっていうかですね、はい、朝5時には起きて職場に行くんですけれど、すっとやっぱり起きれるようになりましたよね。すぐに起きて活動できるようになりましたし、うん、まあ、本当に忙しい職場ですけど頑張って今日も一日働こうっていうような気分にもなりますね、はい、体も軽くなったし、とにかくアクティブにこう動きたいなって思ってます。もうやったって思います黒豆、米麹、天然水のみ使用の無添加エキス発酵黒豆 50cc カップ1杯で黒豆およそ40粒分の栄養素が手軽に取れます。通販限定発酵黒豆、通常価格1本税抜き3800円、送料500円ですが、ちょっと待ってください。今だけ半額のチャンスです。一番お得な4本コースなら初回限定今だけ半額の1本1900円で、次回も4000円割引、さらに送料500円も無料、なんと6000円以上もお得になります。詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。お申し込みお問い合わせは通話料無料 0120-78-8202、 0120-78-8202 まで。ぜひこの機会にはつらつ堂の発酵黒豆の良さをご実感ください。夏のキッズステーションは俺と友達になってくれ。7月20日からポケモン映画21作品が登場。俺たちにはポケモンがいる。そばにいるだろ。ポケモン映画21作品一挙放送、7月20日夕方5時スタート。番組終了後にスタンプラリーもあるぞ。参加してね。ケイタと妖怪たちの普通ではない日々がまた始まる。妖怪ウォッチ今日夕方5時。お手紙来たわ。カリフラワーとブロッコリーが食べられるようになり、いやマヨネーズをかけても美味しいで、いやあのね、そういう番組じゃないのよ。そうよ、 ABC ブロッコリーは歌って踊って笑っちゃう番組よね。私は笑わない。ココモンの動く LINE スタンプ、 LINE 奇世界ができたよ。楽しい無料ゲームアプリも配信中。詳しくはココモンで検索。お前誰だ。出会ったのはポケモンに育てられた少年ココ。今ポケモンと人間の新たな絆が生まれる。父ちゃん、親子。劇場版ポケットモンスターココ。ポニャ